はい、どうもアウトプットチャンネルをご覧の皆様、中島です。動画のご視聴ありがとうございます。本日の動画はですね、こちら後ろに積んであるこのモタード車ですね、これを走らせに HSR 九州のドリームコースにですね、今向かっているところでございます。今回走らせるのはですね、その RMZ250 っていうレース用の車両なんですよ。でこれまでですね、私オンロードだったら、まあ、ずっとね10年15年乗ってるわけなんですけど、モタード車を使ってサーキットを走るっていうのは初めてなんですね。レース用のモデルっていうこともあってですね、今回めちゃくちゃワクワクしております。まあ、今日はですね、ご覧の通りあいにくの空模様でですよ、今何時かな、6時半なんですけど、まだですね小雨がパラついております。まあ、予報によるとですね、お昼ぐらいで、まあ、雨は止んでくれるっていうことなので、まあ、お昼ぐらい、お昼過ぎ、そうですね、2時3時以降、ね、ドライで走れればっていうところをですね期待していますね。向かってる途中であります。まあ、勘のいい人やったらですね、お気づきかもしれないですけど、今回福岡から熊本へ南下するっていう感じじゃなくて、言いますね、こう人吉から熊本へ北上していってるんですね。っていうのも別件なんですけど、昨日まで人吉の方、朝霧町、熊郡朝霧町の方に行ってですよ、でめっちゃいいとこやったんですよ。温泉入って、ね、そしてこういう雲海とかも見たりですよ、リフレッシュできた仕事でした。はい、ぼちぼちですね、熊本インターってとこなんですけど、また降ってきちゃいましたね。この際、まあ、初めて走るんならっていうところでですよ、基本っていうのをしっかり学んでいきたいなと思ってですね、でモタードスクールの方にですね今回、まあ、参加することとなっております。熊本の龍本さんがこう主催してる、まあ、モタードスクールなんですけど、まあ、結構レベルに合わせてですね、まあいろいろと教えていただけるということでですね、まあ、社長にビシッとですね基本を叩き込んでもらおうかと思っております。まあ、この動画の前かな、まあ、モタードのこう基礎的な知識というか、まあ、そういったところをですねちょっと話しさせていただいている動画をですね公開させてもらってるはずなので、ぜひですねそちらの動画の方も見ていただければと思っております。はい、それではですね、今日も一日よろしくお願いします。さあ、やって HSR にね、到着したんですけど、めっちゃ降っとる。八代の辺りはですね結構小雨で、もう大丈夫かなぐらい思ってたんですけど、肝心のドリームコースは完全ウェットみたいな感じになってます。これスリックタイヤなんですよね、レインタイヤ今日持ってきてなくって、ね、このタイヤで走らないかんのかって考えると結構怖いですね。7時50分、あれ8時前ぐらいですね。今日参加の皆さんも集まってきたみたいで、なんか私が一番こう素人っぽいですね。初心者っぽい。今からですね、初心者の方のスクールが始まるということで、まあ、目の前でですね、こう川上さんのバイク置いてあって、でフォームとか、なんか走り方とか、まあ、基礎的なところをね、この川上さんが教えてくれるみたいですね。まっすぐのところから、スッと下に。やっぱ、まあ、お尻も大事なんだけど、やっぱりタップステップで加重してあげることで、トラッションかかりやすい。お尻にペタッと座って、重みをかければ、頭の位置は常に同じ。シングルの400ぐらいパーだと、ものすごいこういうところで、ものすごい靴というか、体を見つけられちゃうから、まあ、ちょっとドライブしたら、
ここ軸じゃなくてここ軸ってことですね。そうそうそう、こう動くのか、そこをこうすることによって体が自然と前に行く力を利用して、トラクションと体が動けないのを両方。なるほど。今めっちゃしっくりきましたこれ。はいはいはい。足元、このオフロードのブーツをね、履いてから走るわけです。最初ですね、若干違和感があったんですけど、なんか履いてみたらなんじゃないもんですね。結構すぐ慣れちゃう。ここの足首の可動域っていうのがすごい狭いから、ね、リアブレーキの操作とか、ね、慣れるまでちょっと難しそうですけど、そこら辺ですね、覚えて帰って、ちょっと CB とかオンロードでもですね、活かせるようになればなって思っております。座ったままね、ずっとでフォームをこう座ってる時のフォームを確認しながら自分でね、はい、疲れた。いやマジで面白いですね。午前中基本的なところを走って、でどんなことしたかっていうと、こう円を描いてぐるぐるね回ったりとか八の字したり、そこを慣れてきたらちょっとコースを大きく使ってですね、こう左回り右回りって走っててしたんですけど、めっちゃ面白いですよ。でなんていうんだろう、こうあれでも言った通りモタードとオンロードをこう混ぜたようなこう車両が作ってあるんですけど、走り方もですね結構同じような感じで、ロード乗りが活かせるところもあればオフロード乗りが活かせるところもあって、でオフロード乗りちょっとこうね足広げてからですよ走るような感じとあるんですけど、ね、結構難しい。あと体重移動がですね結構難しくって、でね、最初止まってこう乗車姿勢をこう確認してってしたんですけど、走らせると余計できんですね。難しいですよ。まあ今雨も止んでしまってからですね手はしてるんですけど、まだ路面はウエットっていうところなんですよ。で、ね、今回スリックタイヤしか持ってきてないからですね、めっちゃ滑るんですけど、ただですねこうトゥルンっていくようなこうイメージしていた滑り方とはちょっと違って、ちょっとグリップを残しつつこうねリアブレーキかけた時にちょっと後ろがガーってこう流れる感じだから、まあ、そこまで、ね、スピードも出てないし恐怖感っていうのはそんなにないかなって。ただそう、これまで全然リアブレーキ使わない人だったからっすよ。この繊細なこのタッチ、それがめちゃくちゃ難しい。利き幅っていうのかな、利き代っていうのはこのぐらいが遊びなんですよね。ここぐらいまで遊びがあって、でフルロックまでこんぐらいしかないんですよ。だからこの
この間で調整ですよね。まあ実際ですね、走らせてタイヤがこう回ってたら慣性が効くので、もうちょっとね強く踏んでっていうのができると思うんですけど、あの硬いブーツでからですね、めちゃくちゃ難しい。神業って本当こういうこと言うかなって思うぐらいですね、なかなか難しいゲートでした。いやマジでしんどい。全然スピード出してないんですけど、やっぱですね、こう基本学ぶっていう時ってこうスピードをいきなりバッて出してから走る流れに、ね、乗せて走るっていうよりも、ちゃんと自分でコントロールして、まあ、スピードを落としてですね走ることの大切さ、まじまじとこう体感しますね。よいしょ。